どうも皆様ごきげんよう、クです。それではダイシーダンジョン続けプレイしていきましょう。さて今回から異世界だったかな、全キャラクターのエピソード4が終わったのでエピソード5ですね。戦士からまたエピソード5を順次やっていく予定です。敵の HP が 10% 増加、状態異常の効果が変化する、装備品が全て変化するということで、何もかもが変わってるということで、まあ、敵の HP が増えてるのはまあまあやりにくいっちゃやりにくいですけれども、あら戦士調子はどう？私に逆らうのやめて、従順な手下になると誓うなら数百年後にはステージのボスにしてあげてもいいわ。なんだってそんなの嫌だ、まだまだやれる、絶対に勝ってやる。往生際が悪いわね。今に見てろ、俺たちのことなんかこれっぽっちも考えてないんだな。あら今頃気づいたの？そうよ、私はあんたをもてあそんで、楽しんでるの。そもそもあんたがどうなろうと私の知ったことじゃないわ。死の子の言わずさっさと戦いに行きなさいっていう感じで、エピソード5からこういう感じでちょっとずつこう、まあレディラックが本性を表していく感じですかね。毒に対して強い、はい、何もかもが変わってる。金属キャラサイコロひっくり返す、錆びた剣、最大も瀕死状態でダメージを、あのあれかドッ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 っていう状態だと2倍になるって感じで、これ何、次の行動を2回行う、使用した装備は次のターンで使用できなくなる。ああそうなんだ、使いどころをしっかり考えないといけないね。5ダメージずつしか与えられないから、はいはいはい、しっかり考えないとね。はい、敵の能力も変わってんだな。確実にこう4ダメージ与えてくるようなスキルに変わってる。ちょっとやりにくいかもね。ツルハシ弱体化1段中に3回、結構良くないこれ。弱体化ガンガンできるのいいね。じゃあ金属ヘラをどのタイミングでどれに使うかっていうの重要そうだな。だから錆びた剣によいしょ、あよいしょってしてひっくり返して、はいと。待て、そもそも弱体化ってなんだ。各攻撃で1追加ダメージ、あーそういう感じか。じゃあ、あもうでもこれで終わりか。弱体化って敵の防御力を弱体化させるっていう効果に変わったんだ。なるほど、マジで状態異常も全部変わってる感じだね、効果。え、待って、宝箱か。びっくりした。ツルハシ3。難しいところだな。ツルハシガンガンやった方が良くないこれ。だから、弱体化、弱体化。で、多分これで5ダメージ。なるほどね。徐々にダメージがでかくなっていく感じか。ツルハシ、ツルハシ、錆びた剣っていう流れが一番いいんでしょうね。くっそダメージ食らったんか。だから、これやって、で、待って、炎上の効果何これ。炎上したサイコロを装備に使用できるが、使用した装備が今のターンと次のターン使用できなくなる。金属ヘラ使えなくなるんだ。そうか。で、ほいほい、よし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 、次のターンでいけるだろう。豪華つらいね。あーそんな感じか。まあまあギリギリいけるからいいけど。ねえ、一休みしたいなら超快適なクッションがあるよ。ヨギボーってこと？ああびっくりした。刀最大4で1ターン中に3回までマックスでダメージを与えられない感じか。で錆びた剣といい、刀といい、ツルハシといい、最大値が決まってもな、6のダメージ与えられないんだ。さあスーパーホットヘッドですね。
644じゃダメなんだよ。錆びた刀が黄色に変わったけど、これは何か意味あるのかい。ファイアブレス4ダメージ、サイコロ1つ炎上。はい、了解。じゃあどうしよう。6は結局ダメージ与えられないんだから、じゃあツルハシで錆びた刀、錆びた剣、刀がいいのかな。やばい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 。一応ここでレベル上がるからいいけど、もう一回で、その上で OK、 ギリギリ考えないといけないっすね。なんか三日月の剣、偶数ターンはダメージを与える、奇数ターンは防御力な、いいんだね、偶数のターン。ああなるほどね。北極星がいいんじゃないかい。回復は今はいいね。そうか、今奇数のターンだから使えないのか。で、一個だけで、こうしてこうしてこう、はい、で最大5でしょう。だから金属ヘラでとりあえずツルハシを連続して使えるようにして、その上でこれだと7の210でいけるか。はい、 OK。 まあ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 って感じだな。で宝箱、ろうそく、目のHP を一つ失いつつ目の数減らすってことか。いやリスキーだなそれ。半月の丸、6の目を一つする。まあスパナみたいなもんか。これは最後の抵抗、3ターン生き延びる。超おしゃれなスカーフ入荷したけど、いらない武器は僕が欲しい、仕方ないな、うん、劇的な退場。あ、なにこれ。同じ目が2つ必要で、1ダメージ与えて、とどめの場合は最大 HP が2増加する。最大 HP が2増加し続けるの？めっちゃいいじゃん。マジ？なるほどね。で、刀がいいかな。錆びた剣よりは。で、劇的な退場は絶対欲しいね、これね。他なんかないか。いや、まあ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 、無駄な買い物はやめておこう。劇的な会場で HP ガンガン、これか。なんかね、スペシャルのところにね、HP なんか64以上にするみたいなのあったんだよな。これをやっていかないといけないのか。難しいな。433。はい。で、いいじゃん。マックスで与えられるよ。はい。はい。ふかしってどんな効果？残り HP が確認できなくなるの、全然いい。全然いい、そんなの。で、ちゃんと計算しろ。ちゃんと計算しろ。よし、いいでしょう。はい。うまくいけば次のターンで決着つくかも。あ、いいんじゃない？いきましたね。あ、いやダメだ、2ダメージじゃダメなんだ。じゃあ激怒すればいいのかな。次の行動2回行うだから、はい、 OK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 。 HP 増えた、見てなかったわ。34増えたかな。制限波、
1つ目のサイコロはプラス1になって2つ目のサイコロはマイナス1になる。ああ、なるほどね。数字を、あ、一致しているものをこう山あり谷ありにしてくれるってことか。なるほど。まあ使いどころ、まあどうなんでしょうね。あるかもしんないね。要するにだから今これ使うと42になるってことでしょ。42割といいじゃないか。ほら42になった。で金属ヘラで変えて12で4。はい、サイコロの数が増えてくれればがっつりくるね。サイコロの数が増えてくれればもっといい感じでいいんだろうけど、これはの鶴橋鶴橋のの終わっちゃうか、これもしかして。まあいっか、まあいっか別に。はい、 OK でーす。でどんな感じなの。最大5、もう両方のサイコロプラス1になるね。偶数だけでいい。あー、いいですね。奇数のターンでしょう。あ、1ターン目から使えるようになるってことか。弱体化1を与えてからダメージ。あー、なるほどなるほど。ダメージを与えると同時に弱体化じゃなくて、まず弱体化してからダメージを与えるってことか。じゃあ数字1を入れると弱体化1が入ってからダメージ1が入るから2ダメージになるってことか。なるほどね。ダメージが純粋にちょっとずつ増えていくわけだ。あー、そしてこれいいな。これいいけど、まあまず劇的な退場でしょうね。これ無条件で変えるべきでしょう。はい、 OK。 あと買い物は、シンギュラリティ、1の目を1つする、最低3、最小か。あ、でかい数をすで、あのちっちゃい数字に変えてくれるのね。でカイトシエル、不屈の心、ダメージを与え HP を1回復。おー、持ってて良さそうだな。不屈の心とシンギュラリティじゃねえ、カイトシエルは持ってて良さそう。 OK ぐらいか。制限波がいるかどうか微妙だよな。これ不屈の心にしとくか。はい、ダメージも与えられるし回復もできるしな。ET は炎に対して弱い。はい、炎系の技持ってないんで大丈夫です。336だからそもそも6が使えないので、3、3、1で勝つ。はい、 OK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 。 バランス考えろ、使う順番も考えろ。凍結ってそんなになったの。全てのサイコロの目が1減少する。あー、きついね。うーん、5は確実にいけっから、こうかな。で3で、待ってね、これで今与えると12でしょう。でこれ与えると終わっちゃうか、終わっちゃうか。終わっていいわ、終わっていいわ。まあ、HP マックスを64にするっていう作業は別に収録裏でもいいから、今は勝ち進むことだけ考えよう。6335、いい数字ではあるんですけどね。2回まででしょう。こうでこうかな。でつるはしつるはしつるはしの、はい、どうだ。割とでも普通に戦えてるよね。 50% の確率で回避か。4311、まあ、とりあえず
はい、ツルハシツルハシツルハシ、はい、北極星。このターンで終わらせたい。毒ってなんだ、そういうの。こうか、いずれかの装備が毒に侵される。ターン終了までに必要数ゼロにしないとダメージを受ける。なるほど。でこれ何だったっけ、不屈の心か。22、うん、おい。でこの状態で、はい、 OK、 いいじゃない。よしよしよし。 HP40、 あ、増えてるっぽいっすね。何これ、弱み。最大3ダメージ、3の目でサイコロを1つ。6、あー、6で、6はどんな効果なんだ、わかんねえな。北極星もいいけど、最大か、3ターンまで使える。そんなにそんなに今なんか全部が全部使ってるわけじゃなさそうなんだよな。カイトシールドでも代わりに入れとくかね。こんな感じかな。あらゆる事象に対応できるようにしたい。3が来たから、まず待って、3枚普通の方が3だから、だから6はカイトシールドにも使っていいんだから、無理に数字を下げる必要はないんだよな。で、だから、3はこっちに使いたいんだから、13で使えばいいか。13で、激怒からの弱み。6、2回。で、6って何？どんな効果？出た順番でロックされたサイコロを先に使用しないと他のサイコロが使用できない。ああ、順番を勝手に決められちゃうんだ。なるほど。あ、でも偶数とかガンガン使えるっしょ。ああ、いいね。ロックあんまり意味ないかもな、この様子だと。まあ、不可視も意味ねえけど。で、極みが使えなくなった。で、3で金属ヘラで3にして、そっから北極星。よし、次のターン劇的な退場できそうじゃない。ずっと不可視状態だ。で、劇的な退場は今使える状態になってるから、金属ヘラで2、2、3でしょ。3か、あと2ダメージ。あー微妙。いや違う、これでいけるのか。弱体化1が入ってるから、あ、弱体化2が入ってるから3ダメージか。 OK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 。ただ不可視が入ってるからHP が今実際どれくらいになってるのか分かんない。42になってればいいのかな。ああ、なってるね、大丈夫だね。 HP 確実に増えていってんじゃん、いいね。3512、はい、 OK です。じゃあとりあえず3、12の順番で使えばいいかな。あ、12で、はい、金属ヘラで2にして、はい、はい、少ない攻撃をいっぱい攻撃するって感じだね。ダメージは少ないけど手数でなんとか頑張っていきまーすって感じだわ。6ね、ただ北極星のためにこうしといて、はい、で11で、はい、北極星で撃的な体重よりも回復シールの方がいいかな。まだ柳の杖来そう。9ダメージの炎上、次の装備が使えなくなるやつだから考えつつやらないと。2で3、4で
行って、網にかけてやろう、これ。OK。で、金属ヘラ次のターン使えなくなっちゃうんでしょ。はい。お、また柳の杖来るじゃん。さて。いや、いける。これで4ダメージ与えて、燃えてもいいから、これで。はい、OK。よし。お、装備強化。何これ。2×シールドのダメージを与える自分の防御力が減少する。減少しちゃうんだ。減少するんだったらやらねえわ。10。不屈の心いいね。5を使えるようになる。5を使えるようになるのもいいな。はい。でもダメージは、いや、まあ不屈の心だな。不屈の心だな。勝ち筋残したいんだったら、そうだね。最後、宝石の杖6ダメージ与えて凍結。凍結プラス1ってどういうこと？とりあえずやってみるか。凍結ダメージ、凍結ダメージを1ダメージ与えるのか、それともサイコロを1つ凍結するのか。ちょっとよくわかんないっすね。どれから先行った方がいい？こいつの方がいいかな。いや、こっからですか。5階層だから、ここで買い物最後なんだよな。北極、はい。4212、ひっくり返しので、212の3、はい。さあどうだ、先行で使えるか。これで2とか出てきてくれてたらね、雪崩がもう雪崩もできない、先行もできないみたいな。じゃあ俺もロックかい。いや、いい、大丈夫。ツルハシして、で、ツルハシして、で、はい、金属減らして、1。あ、バカ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 、ツルハシのところは、ツルハシに今入れたかったのに、間違えて入れちゃった。まあ、いや、じゃあもう、はい。で、2にして、ダメージから多分、不屈の心で返してもらおう。なだれ1回だけ、2、あ、ダメでした。ロックされました。でも、来るダメージ少ねえな。3か、いいっすね。じゃあ、はい、334か。で、じゃあ普通に334は普通にダメージ与えていいんじゃない。で、ほいほい、 OK。 なだれくるね。おっと、まあまあそんなにダメージ来なくてよかったわ。1、あ、ちょうどいいじゃん。ツルハシやって、その後劇的な退場で HP50。 OK、 いいことですね。岩井に押しつぶされてのたれ死ぬがいい。岩井に押しつぶされたら即死じゃないかな。のたれ死にはしないと思うけど。はい、装備強化ハッサミ、ダメージ6ダメージ与えてサイコロを2つに割る。へえ、そんなあるんや。でも全部444か。444。ハサミを買った後、装備を強化することができるか。リンゴはなくても多分いけると思うから、ハサミ買ってみよっか。ハサミ買って、で、強化。待って、宝箱あるっけ？宝箱あるな。まあ、一回ちょっと様子見て、ハサミって、偶数。二つに割る。でかいんだよな。6ダメージ凍結。カイトシールド今全然使ってねえんだよ。不屈の心曲線。だな、まあ、とりあえずこっち行くか。宝箱開けてからだ。
クリスタリナー、はい、1466 1466、うん、でもなこれ変えたところでっていう気はするけど、まあカイトシールド6番使っといて、はい、ツルハシツルハシ、はい、でもロックしても使えはするでしょう。カウントダウン式だからな。空虚のクリスタル、はい、5ダメージ1112、はい、これは金属エラーで、で1111で北極星、はい、 OK。 はいはいはい、まずはダメージを確実に与えてくるって感じね。1143だから金属ヘーラーで1、2、3で、はい、アミー、 OK。 回復の方がいいのかな、ロックする意味ないのかな。あーいいっすね、奇数ありますね、数字が1個ずつ減る。でここちょっと考えよう、とりあえず1を与えていいんじゃないかと思ったけど、ちょっと待ってね、偶数を作っておかないとね。1これで2ダメージで35で、あ、いける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 、 OKOKOK、 オッケーです、52、いいね。さて、じゃあ宝箱開けます。火花、状態異常値1倍のダメージを与える。俺の状態異常なのか相手の状態異常なのか、とりあえず使い勝手がわからんやつはあんまり俺は入れたくないからいいかな。でロックがあんまり強くない、ロックがそんなに強くないし、カイトももう使ってない正直なので、こうかな。バカ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 、ハサミかな、バカ、もうちょっと待って、こうハサミ、ツルハシ、不屈の心、北極星、劇的な対象でいいかな。で強化で、まあ鶴橋ハサミいいかな。ハサミは後ででいいだろう。おい、41なので、だからこれで金属ヘラで6にして、これを激怒すれば、だからひょいひょいって、はい、もうこの感じで一気に増えるわけですね。で332でガンガン使えちゃうから、はい、おい素晴らしいね。でこうして3でダメージ与えといて、はい、あーすごい、まあ、次のターンハサミ使わなくてもいけるでしょう。なんだチームって、リミットブレイクの効果が薄れる、感触感触ってなってる、4ダメージ与える、あー2回使うとかじゃなくなったわけだ。で劇的な退場がもうあるから、3でいける、 OK、 素晴らしい、 OK です。でリンゴ食っときます。で、はい、お前最後じゃん、6ないから、バカ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 、もう何やってるの、たまにね、マジで俺が本当に押してるのか、それともコントローラーの調子が悪いのかってちょっと思う時あるんだよね。お前も弱体化使いか、はい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 、まずこれで分ける、24いいですね。で
2はいで3かなで鶴橋ではい OK これをよし次のターンにはもう劇的な退場で終わるでしょう。激怒使わないでもいけるんじゃないかこれ。うぐいや大丈夫鶴橋で3ダメ危ねえ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 死んじゃうとこだった。弱体化1を与えてから3ダメージ与えると合計で4ダメージ入るから劇的な対象使えないところだった。でこれではい OK OK です。でこれでもうリンゴ食べる必要もないしはい強化で一応ハサミでいいのかな。さあボスは誰でしょうか。スカサーかー、すいませんちょっと離席してました。もうどっかで火事あったのかな。なんかさっきからね煙っぽいんだよな。煙っぽくてなんか目がすげえシパシパするんだよ。じゃあ行きましょう。スカハサです。スカハサ、スカサハ、スカサハだ。はい、ロックと凍結ね。お前がここに現れることは闇夜のかすかなささやきが知らせてくれた。さあいつでもかかってくるがいい。戦闘強ですね。77は強いな。劇的な対処すればいらないんじゃね。いらないけどまあいっか。じゃあ3ではい13ではい不屈の心ではいよし劇では次のターンに使いましょう。呪い状態ってなんだっけ。全装備の効果を受ける対象者が反転する。発動すると呪いが消える。あー俺が食らう可能性があるってこと。こういうことね。俺が弱体化しちゃうってことか。でじゃあ激怒して、ああ北極星の時に激怒すればよかったか。まあいっか。で金属ヘラ3ではい OK でほいほいよし。もう次のターンで終われじゃん。くっそ早かったな。これもしかして全回復いくかと思ったけどそうはいかなそうだね。1ダメージが欲しいんですけどないか。じゃあ5を反転させて2ダメージあった。あら相手が回復しちゃったもしかして。じゃあこれで4ダメージ与えてはい OKHP とりあえず62まで増やしたけどどうだろう。スペシャル超えたかな。ところで商品を手に入れたら何をするつもり。ごめんなさい今のは愚問だったね。ルーレット回しましょう。そうだよね聞いたところで当てるつもりないんだからね。どうやら商品で何をするか決める必要はなさそうね。少なくとも今のところはまた次があるわ。はいとりあえず一発目で行きましたね。あーローズマン、窒素とカリウムを含んだ上質な肥料が好きな食べ物、趣味は自分の時を研ぐこと。キッスフロムアローズの歌詞に登場するバラは私のことなんだ。なるほど知らんけどその曲は。外の世界では誰もが私の腹に心を奪われてしまうのでね、ここで私の時が存分に活躍しているよ。なるほど花以外のところに価値を見出したかったってことかな。で64以上か。じゃあ何体か劇的な退場で倒せなかったからそれが響いてますね。とりあえず OK です。
はい、じゃあ今回はここまでですね。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回、次回は盗賊のエピソード5を進めていきます。それではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。